お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのね枯渇デッキ紹介していきたいなと思います。これね今でもめちゃくちゃ流行ってるムート枯渇デッキがちょっと変わった、やつなんですけども、このねマジックアーチャーの枠がプリンセス、そしてダークプリンスの枠がアサシンユーノですね。はい。で今もねめちゃくちゃ使われてる、もう流行りに流行りまくってるね、枯渇デッキなんですけども、それがね、ちょっとこうアップグレードしたというか、なんかね、なんか変わったバージョンが今結構使われてますので、紹介できればなと思います。ウッドの枠は、プリンセスユーのデリバリーのね、はい、ウッドの枠はデリバリーの方もあるんで、まあ、ここのウッドは好みかなと思うんですけども、まあ、マジアチャだと、やっぱりね、端前のマジアチャプラスウッドも強いので、まあ、ウッドの方がね、おすすめかなと。思います。で、なんでマジアチャとかダークプリになったのっていうところなんですけども、やっぱね今ウォールブレイカーとかが結構ね流行ってて、ウォールブレイカーにやっぱねプリンセス型だとちょっと勝ちにくい。マジアチャでやっぱ端前抜いたりだとか、こうダークプリのねこうウォールブレイカー受けとかディガー受けっていうのが優秀っていうので、このねダックプリマジアチャーの方もね生まれたんじゃないかなと思ってます。まあダックプリの方がねゴレとかペッカとかも最近すごいいるので、まあ、そういったユニットね受けにも優秀なのかなと思います。さあ、というわけで今回相手はディガーとアイスピカ、なんかそんな感じのやつ来たな。ああ、でああいうのも射抜けるんですよね。枯渇デッキだから普通ね警戒されないんですけど、さあ、まあ、まだゴブリンバレル飛ばしてないんですけど、しかもここはこれムートで射抜くことによってマジックアーチを延命できる。いや、いいね。相手もあの悲しみのホレイからの、いや取れねーとかありそうだな。いや、ロイホグでした。これデリバリーウッドですね。でエレスピニの奥がアイスピなのかな、ユネレブがないのかな。これ多分対戦相手は迫撃ロイホグ、迫撃、いや、まあディガーです。迫撃ディガーかな多分。まあボムの可能性もあるんですけど、一時期流行ってた、そんな感じのデッキかな。さあ、これは、マジアチャ警戒。さあ、めちゃくちゃ積極的に来ますね。ああ、このムードちょっと良くなかったかもしれないですね。これ、ナイトに壊されちゃうのが一番ダメ。あ、これはもしかして、あれですね。僕の動画でよく出てくれるんですよね。もう、メンタルがね、皆さん、ボコボコ。さあ、というわけで、グッドゲームですね。まあ、ダクプリとか、ムートとか、なんだろう、最近ちょっとダクプリムートのデッキも結構増えてんのかなと思ってて、まあ、ゴレダクプリ、まあ、ジャイダクプリ、あとはゴブジャイスパーキーのダクプリとか、まあ、ジャイピーピー枯渇、で、まあ、一応この枯渇のダクプリ、なんかね、ダクプリ、強くねっていう、なんか、なんだろうな、定期的に来るんですけど、ダックプリ強くね、サイクルが。で、プリンスがそれによって流行ったり、みたいなのあるんですけど、なんかダックプリがね、修正来てないのに、安定してちょっと強い。そう。で、メガナイトとかのね、格上とかが来るのにも、まあ、万能なので、受けにも強いですしね。結構ね、ダックプリ？ダックプリの時代来てんのかなっていう。まあ、ダックプリムートもね、今強いんですけど、ダックプリムートの、陸がね、めちゃめちゃ硬い。ペッカにはさすがに勝てそうだなっていう。前まで U のプリンセス型でも、ペッカにはさすがに勝てたと思うんですけど、まあ、ちょっときついのかな ?U のだったらもしかしたら。でもダックプリになったことによって、もう陸が手厚い手厚い、ゴレの防衛とかも、とりあえずなんか全体的に防衛力が上がったというかね、なんかそんな感じがしますね。前の方がこう、小難しい感じがあったんですけど、なんかダックプリームートこう飛ばしていくだけで相手がどん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 陸受けなくなってみたいなね。さあ、AK ロングプル、これ、枯渇ちゃんですね。LSP の枯渇かな？まあ、めっちゃうまい枯渇ちゃんな気がする。僕の記憶が正しければ。さあ、枯渇ちゃんで、まあ、枯渇対決って言っていいのかな？これもうわかんないけど。あ、これあれだ。ダックプリで。痛い！いや、2発も受けるのはちょっと話違う。で、こういうのにね、マジアチャがやっぱ刺さってくるんですよね。からの？いや、でもあのプリンいるからな。プリンいるのに射抜くのはちょっとヤンキーな気がしないこともない。一回、ステイ。うん。で、なんか延命してくんのかな、こういうの。さあ、来ない。からの？
あれ壊れてくれるんかな、あれテスラ。あーテスラ壊、あーまあ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 、なかなか微妙なウォールブレーカーしちゃいましたね。まあでもこれはちょっと相性いい気がするな。序盤のうちに削っときたい気がしますね。ウッドか、あーナイト出したからウッドのコストがない。いやこれロケ当たりたくないな。なんかロケ打たれるのもすごい嫌で、みたいな。で、端前テスラでプリン延命とかもないこともない。まあ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 。いや、いいっすね。なんかムートとかダックプリンの木が相手すごい辛そうですね。よしよしよし。うん、やばい。これはめっちゃいい。相手の回転が速いゴブリンバレルっすね。いや、でも一発しか受けねえの、つえーからの、こっち飛ばしつつ、みたいな。テスラー。そう、受けにくい。いや、いい。タイミングがいいんだな。いや、無視か、これは綺麗な。さあ、射抜いていこう。初射抜き。本日初射抜き。しかもこれ気づけばプリンまで射抜く。あー、プリンを射抜いて欲しかったな。さあ、ちょっと怖い。まあまあまあ。うん。うん。さすがに延命はできないか。いやー、でもこれ、なんか相性良さそうな気がすんな。しっかり耐える。一応、端前プリンだけ警戒して、で、僕はなんか飛ばすか悩むな。攻めるか、うわ、やば！ここで、攻めてくるっていうか、攻めロケやってくるのはすごいっすよね、もう。バカうまい枯渇使いしかこんなことしてこないっすもんね。さあ、あれ、射抜く。うん。あ、プリンが行かれてほしいな。いや、LSPウッドがうめえ。いや、これ逆だったな、ウッド。あれが。いや、でも結構入ってる。結構入ってる。で、一応、端前プリンもあるっすね。左側共有できる。よしよし。相手やっぱロケ打ったら辛そうっすね。ハンター。これ、射抜いちゃおう。いや、強え。マジアチがやっぱ強えっすね。これだってプリンセスだったら全然負ける可能性ある。わあ、でけえ。さあ、いけるぞ。あとは耐えろ。これちょっとあの、もう、やっていい気がする。さあ、ロケを打ちたい。いや、強い。これ一回相手ロケ打ってきたから、相手のね、後ろから行って、よりきつい、よりきつい。もう固めていきます。固めて固めて、このね、で、相手のプリンにも速攻ウッド打ちたいな。当たんのかな、あれ。ちょっと当たんないのかな。いや、マジアチャ強すぎ。待って待って、マジアチャがぶっ壊れてる。ムート？いや、ムート。いや、でも、陸受け使ったら、ウォールブレイカーも追加して、おっき、来た。いや、マジ、枯渇に強い枯渇が生まれてしまった。まあ、前の枯渇も、十分枯渇ミラー強かったんですけど、いや、しかもオートロ。なんかこの、ね、ロケ、打っちゃうとマジアチャもムートも全部残っちゃうよねっていう。いいな。すげえ肌に合う。最近の動画あれかもしれない。僕マジアチャオールブレイカーばっか上げてるんですけど、だからもう一個のね、トルネありのマジアチャオールブレイカー動画上げてて、トルネなしのマジアチャオールブレイカー上げようかなって思ってるんですよ。最近ちょっといて。で、あの、枯渇にも僕マジアチャ今入れててっていう。一生マジアチャ使ってる気がする。よろしく。さあ、ディグニタス、ベール、これ海外のなかなか上手い人ですね。ステイってなんだろうな。さあ、矢の雨はまた珍しいな。何のデッキはちょっとハテナ送って。まあ、ダックプリぐらいな。うわインドラ。いや、これ、最悪だな。この4ワードっすもんね、僕。これ。簡単に。てか、餌になっちゃうな。で、ケツん？ホグ？何やこれ？何やこれ？マジで。なんか変なホグいたっすね。ファイボとかかな？メガナイトホグ的な？まあ、ここはウォールブレイカーで防衛しつつ攻めていきます。え？何やこれ？遊んでんな！まあ、シーズン序盤なんで、ちょっと遊ぼうぜっていうこともわからんこともないですけど。何やこれ？ちょっと怖えな。なんか、フリーズ？あ、フリーズ来るよな、今。絶対フリーズ来る流れでしたもんね。これ延命したら絶対熱いで、こっちに攻めてからの、こっち側にウォールブレーカー飛ばしたら熱いっすよ、これ。さあ、ウッドやな、雨や。
いや、バカ入る。いや、いいね。この、なんか、単体バレルからの逆サイ。ユニットの、まあ、後ろにウォールブレイカー。まあ、逆もしっかり。単体ウォールブレイカーからのユニットプラスのゴブリンバレルみたいなね。これがね、強いんですよね、両サイが。いや、バカダメージ入ったな。で、相手のデッキは何何これ本当に何、まあ、考えられるのはバルーンとか、まあ、ジャインとか考えたくねえな考えるだけ無駄な気がしてきたな。いやー、ここあんまなんかこの辺でユニット貯めちゃいたくねえよな。まあ、でもフリーズなんでちょっときつそう。僕のマジアチャが一生無双しそう。ウッド打ってくるってことは、あー、そういう系か。いや、もう完璧に形組んできてんな。スケラとか、あ、ホグでしたね、そういえば。いや、めっちゃうまい、俺の受け。え、待って、バカいい受けしてる。いや、でもちょっといて。いや、一発入る、でかい。わ、今の耐えたね。これ一本取れば俺の勝ちなんで、一本絶対守ります。一本取れば俺の勝ち。だからここ攻めホグフリーズさえ気をつけた。これマジアチャ警戒かな。で、僕フリーズのリセットもないんで、一応これ警戒してワンチャン来そうだな。でもここ警戒してしまえば逆にもうあなたきつくねっていうあなたって呼んじゃってる。で、まあ、これムートが、あ、ムートがそっち、ユットで、オッケーオッケーオッケー。相手防衛に使ってる。これはさあ、マジアチャ向けないといけない。どう受ける。いや、うまい、受けがうまい。待って、何歩いてんだよ、バカかよ、マジで。さあ、ホグだけ警戒してマジアチャに抜きたいんですけどね、そう簡単に抜けないっすよね。あれ抜く、いや、ヤンキーか。僕は無理して今攻める必要がないのか。守っとけば。これ耐えれねえかな。うわ、待って、今ムートに行った。うわ、痛い、痛い、ムートに行ったのに。やばい、柳雨とかで終わっちゃう。柳雨とかで終わっちゃうからもう攻めるしかなくて。で、今相手マジアチ警戒してて、あ、来た。いや、相手が上手くて助かった。危な、危ねえ。これ多分、ヤウッドで終わるんですよね。よし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 。今、最後僕、バルキリー抜こうかなと思ってたんですけど、相手が、僕が抜くっていうのを、まあ、多分分かってて、上手いからこそのミニペでね、マジアチャ警戒をしたんですよ。そしたら、僕のね、こうとりあえず始まりぶっぱの、あれか、ムートか、バカ刺さった。いや、いいの。いいの、いいの。ちょっとトロを沼ってたんですけど、この枯渇にね、救われてる。神連勝してる気がするなって、ちょっと、相手の時何やば、なんかちょっと相性悪そうだけどね。まあ、マジアチャが刺さってましたね。僕のムートとかもなんかバルキリーミニペとか、なんならネクロとかで全部抑えられる気もしたんですけど、すごいなあれあれすごいな、なんちゅうデッキや。どうやったらあれにたどり着くんですかね。なんかあれなんですか、 YouTube 撮ってたんですかね、このクラロワ TV に載ってたデッキ試してみたみたいな、そんな感じじゃないとあの時にたどり着けないですよね。きた、お、力量来ましたね。これは、エルシオープっていう、まあ、海外のね、ノバイスポーツっていうクランの、クランというか、まあ、チームですね。プロ選手、まあ、言ったら中国で一番強いみたいな感じ。日本で麦みたいな、中国の麦ですね、簡単に言うとめちゃくちゃ簡単に言うと中国の麦。で、この人はあれですね、僕が使ってたマジアチャオールブレイカー使ってますね、この人も。いや、ミスってる。いや、でかい。いや、でかい。いやー、もうちょっと欲しかった。いや、これウッドちょっとやめとこう。ひよった。延命してもよかったけどな。ウッドスケで一応今は守れます、ね、
ハンターでも守れそう。いいね。からの、まあ、あれ、キンキドは無理だよな。大体、キングキド多分したいと思うんですけど、まあ、できるだけ僕はさせないようにかな。いやー、マジ YouTube か。まあ、陸系がいたらそんなに強くないですね。陸系がそんなに強くないので、まあ、こういうムートとかですらきついと思うんですね。なので、まあ、ウッドで耐えるとか、ボムで耐えるとか、さ、防衛ディガーで耐えてくる。まあ、このディガーの後ろに、ウォールブレイカー添えるとかは、まあ、ないことはないかな。うん。いや、序盤のこのリードでかいですね。もう、あとはマジアチャで、結構射抜きたいな、僕は。マジアチャでどれぐらい抜けるかも、世界変わってくる気がする。さあ、デスケでしっかり守る。からの、これも絶対キング起動だけはさせないよっていう。あ、射抜きてえやな、マジ。ないと、もう射抜いたら余裕でいけそうだもん。相手が射抜いてくる。うわー、それはやばい。しかも僕取れねえから。いや、うますぎ、いや、うますぎる。ばっか射抜いてくんな。ちょっと待って、そんなにっていうぐらい射抜いてきたな。いや、これむずいぞ。いや、むずいぞ。オッケーオッケー。いや、なんかよかった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 。端前適当にぶっぱしたらバカ刺さってる。いや、今の端前あれやばいな。いや、入るか。まあまあまあ。うん。いや、キングギド。いや、こっから削れねえ。こっからマジで削れん。いや、怖え。ボムか？一旦ボム？ダックプリ事故れ。来た。いや、もう一個、もう一個。いや、無理やり動かす。いや、もうウッド使ったな、俺、やべえ。来そう。取るね。いや、オッケー。早めに早めに。早めに溶かす。オッケーオッケーオッケー。これウッドに圧、ウッドに圧ちょっと回そうかな。これウッドか？やばい。ウッドのやつ回して、来た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 、勝った、エル勝負、マジアチェしかない。いや、うまい、これでマジアチェだ。よし、来た。待って待って待って、いや、これ勝つのはでかい。一回バカうまい端前の射抜きされたんですけどね、相手が攻めた後だったらね、僕はとりあえずね、オールブレイカーのバルーン投げとけっていう雑攻めでしたけど、あれさすりましたね。いや、でかっ。ちょっと待って、世界15行きましたね。はい。というわけで、このね、枯渇デッキ、バカ強いですね。前まではプリンセスユーノだったんですけど、ユーノ持ってないよって方とかでも使えますし、まあ、最悪ウッドの方がね、デリバリーでも使えるので、ぜひね、使ってみてください。まあ、ウッドの方がね、最後の削りが強いので、おすすめはウッドでございます。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。